株式会社店4は、北海道函館市に本社を置く、宅配ピザチェーン店を経営する企業である。マスコットキャラクターは、白熊男爵。株式会社店4の本社ビル宅配ピザブランド、ピザ店。この運営を行う企業。北海道、東北を中心に、北陸、群馬、九州まで全国86店舗を展開している。店名の由来は、店。 フォ4の第一号店である中道店の開店日が10月4日であることから、1988年に北海道函館市にピザ店、フォ4第一号店をオープン。1990年に前身となる株式会社、オーディンフーズを設立した。2017年7月31日に札幌地方裁判所へ民事再生法の適用を申請し、同年8月30日に、 札幌地方裁判所から民事再生手続き開始決定を受けた。2018年3月16日に民事再生スポンサーにタイラロックス氏などを運営する株式会社 G テイストを選定。オーディンフーズは同年6月13日に100%減資を実施し、G テイストを引き受け先とする第三者割当増資の方法で G テイストの100%子会社となった。 2018年10月1日付で、称号を株式会社、オーディンフーズから株式会社店法へ変更した。小麦粉からピザ生地を手作りする北海道素材を積極的に使用する北海道企業とのコラボを行うなど、その商品には特徴が多い。土産の断尺芋がトッピングされ、発売開始から累計300万枚以上を売り上げている。店舗に納入された。 北海道産男爵芋を蒸して切り、玉ねぎやベーコンと共に炒めたジャーマンポテトをトッピングに使用している。鶏肉の代わりに豚肉をタレで焼いたムロラン焼き鳥を具材にした北海道焼き鳥ピザを2020年10月5日から販売。北海道のご当地グルメや食材を取り入れたメニューを拡充しており、このほか肉をトッピングにした北海道風ピザとして ベル食品のジンギスカン料理タレや、ソラチのトカチ豚丼タレを使ったピザを投入。ドサンのジャガイモやチーズを乗せたピザも定番にしている。ピザ生地の上にスパゲティナポリタンがトッピングされている、他社にはない創業時からの看板メニュー。ピザ生地の上にドライカレーとたっぷりのホワイトソースがトッピングされたボリューム満点のメニュー。創業時からのメニューであり、他社のグラタン系ピザの先駆けとなった。 宅配ピザ店4、ツイッターピザ店4、フェイスブック宅配ピザ店4、インスタグラム店。方に関するカテゴリー。ありがとうございます。